シャンテは東洋工業がかつて製造した軽自動車である。松田は1960年発売の R360 クーペで軽乗用車市場に参入。続いて本格的な4人乗り系乗用車のキャロルを1962年に発売し、軽乗用車初の4ドアモデルを投入するなどの戦略で、 1960年代中期までは一時的に軽乗用車市場の有力メーカーであった。しかしその後ロータリーエンジン搭載の登録車に重点を置いた開発・販売戦略を取ったため、キャロルは軽乗用車分野で他社の高性能な後発モデルに対する優位性を失い、モデルチェンジの起用も一したまま販売不振に陥って1970年で生産を終えた。 キャロルの衰退と生産終了による松田の軽乗用車市場での失地を奪回するための製品がシャンテであった。その切り札として当初シャンテにはシングルローターのロータリーエンジンが搭載される計画だったがキャロル末期型での試みに引き続き技術面での困難さと監督官庁及び軽自動車業界他社に軽自動車へのロータリーエンジン採用阻害の動きがあり、 目論みはとんざした。このため実際には、商用車ポーターキャブ用のク冷レーにに、ストロークエンジンを水冷化高性能化したエンジンが採用された。車両重量 490kg に対し、最大出力 35PS、6500rpm を得ており、実用面での性能は確保されていた。このエンジンは、オートバイ業界から1960年代中期に、 撤退したブリジストンサイクル出身のエンジン技術者によって開発されたもので、4ストロークエンジンが主流を占めた歴代松田製、レシプロエンジン中でも数少ない2ストロークエンジンである。シャンテの構造的特徴は R360 やキャロルのリアエンジン、前輪独立喧嘩を廃止、5車軸をコストダウンの効くシンプルなリーフスプリングによる固定軸とした、 手堅いフロントエンジンリアドライブを採用したことにある。ボディタイプはキャロルと異なりにドアのみだったが、当時の軽乗用車最長であるホイールベース 2200mm を実現しており、競合他車に比べると室内は広く、運転席の足元もゆとりがあり、160mm のスライドが可能なシートや自然な配置のペダルの評価は高かった。またリアシートバックは前方下等式で、 軽乗用車クラス最大級のラゲッジルームを得ており、現在では当たり前となった左右別々にリアシートバッグを倒すことができる機構を備えるなど実用性に欠けていた。カーステレオや釣り下げ式クーラーは同時期の競合各社同様にオプション扱いで装備可能となっていた。しかし昭和48年に入り軽自動車についても自動車、 排出ガス規制への対処や車検制度の義務化、新たな保安基準などによって法規制が強化されると、それまで有利だった小型乗用車との価格差が縮まったことで、軽乗用車市場自体が車用化するようになった。さらにこの頃になると競合他社が従来の2ドアセダンに加えて4ドアセダンの設定や、バンモデルの設定を追加するなど、商品訴求力、 展開力を高めていたにもかかわらず、シャンテは球体以前の二アセダンのみの設定であったことから、販売不振が続くようになった。マツダは、この逆風をシングルローターの3アンペア型ロータリーエンジンによって巻き返しを狙っていたものの、石油機器で顕在化したロータリーエンジンの燃費不良問題対処という厳しい課題も突きつけられたことから、軽乗用車市場からの撤退を決定。 シャンテは 360cc のまま販売を終了することになり、以後、マツダのブランドによる軽乗用車は1989年に2代目キャロルが登場するまで市場から消えることになった。なお、軽トラックのポーターキャブについては、RE アマミ m が当時のキャロルロータリーエンジン化の発売トンザからのオマージュなのか、RX-7 用エンジンを移植したチューニングカー。 RE シャンテを発表したこともある。最終的には、K26 タービンを使用した 12A 型に、ローターターボエンジンへ換装されている。最高速度は、時速2 2 9トルに達し、透明高速道路を用いた違法レースである。透明レースでは、界隈で無敵を誇っていた、ポルシェ911を追いかけ回していたという伝説がある。また2016年には、 スーパーシャンテ13バイト NA として、自然吸気の13バイト RE を搭載して35年ぶりに RE 乾燥シャンテを発表した。フランス語で、歌う、歌おう、といった意味。ありがとうございます。